カッシオドルス・フラウィウス・マグヌス・アウレリウス・カッシオドルス・セナトルは、一般に、カッシオドルスとして知られる、ローマ人の政治家、叙述家である。514年の執政官。東ゴート王国のテオドリック大王に仕えた。セナトルは、名前の一部であり、役職ではない。カッシオドルスは、南イタリアのカタンザーロに近いシレチウムで生まれた。彼の経歴は、シチリアを治めていた父の下で参議を務めたことに、始まる。彼はまたごく若い頃から、法学の研究で有名であった。507年から511年頃に、クワエストル、514年にコンスル、そして、テオドリックの下で、それから、大王の後を継いだ若きアタラリックの下では、宰相と重職を歴任しながら、カッシオドルスは、政治問題についてのおびただしい記録と親書を残している。ゴートの立法府で彼の振るった筆は近代の読者にとっても極めて整い、巧みなものに見え、注目に値すると考えられる。ラヴェンナ時代の彼が常にそうであったように、重要な政治文書はしばしば彼に起草が任されていたほどであった。イタリアの行政長官に任じられた時が彼の全盛期であり、東ゴートの姿勢をよく収め、最高の名誉でもってその職歴の締めくくりとした。カッシオドルスは、教皇アガペトゥス一世とも手を取り合い、ローマでのキリスト教教育を助けるために、ウィワリウムの修道院にギリシャ語とラテン語の文書を収めた図書館を作った。ボエティウスの死について言及した公文書は、カッシオドルスが聖戦したものには存在しない。アタラリックは534年の初め頃に亡くなり、その後のカッシオドルスの表舞台での活躍は、ビザンチン帝国の征服と、東ゴート王国内での陰謀とも関わりを持つことになる。カッシオドルスの後継者は、コンスタンティノープルから任命されているし、彼の最後の文書は、ウィティギスの名を冠するものだった。537年から538年頃、彼はイタリアからコンスタンティノープルに移った。そこでおよそ20年間を過ごし、宗教的な探求に身を置いた。また彼は、ユスティニアヌス帝の下で、クエストルをしていた、宗教家のユニーリウスと出会っている。コンスタンティノープルへの旅行は、彼の宗教的知識の増進につながった。カッシオドルスは6世紀の大分裂の原因となっていた文化的な断絶を埋めることも試みている。すなわち東と西、ギリシャ文化とラテン文化、ローマ人とゴート人、カトリックの人々と彼らを支配していたアリウス派の王との間の橋渡しである。西暦を考案したディオニュシウス・エクシグウスについて、カッシオドルスは公用インスティテューションズの中で、好意的に語っている。引退後は、イオニア海辺の彼の家族の土地に、ウィワリウムの修道院を作り、著書も宗教的なものになっていく。そこには二つの建物がある。教住修道院と収容所であり、隠遁を望む人々のために建てられた。ウィワリウムの修道院は、教住修道士を受け入れ、共に陰性することができるようにする施設だった。ウィワリアムは例えば、ベネディクト会のソレのような厳格な修道会の掟には従っていないように見えるが、もとよりカッシオドルスの功用は修道士の学びを手助けするものであった。そのために、功用の大部分はウィワリウムの書家で利用することを想定して書かれているのである。功用の第一部はキリスト教文書を扱っており、詩編公開と合わせて読むことが意図されている。二冊目は、自由七科を扱い、大量のギリシャ語とラテン語の文献が示され、さらなる研究のために、筆者と翻訳のための写実室がウィワリウムには備えられていた。世俗的な事柄を学ぶことを奨励しながらも、カッシオドルスはそれらが、キリストの神聖を学ぶことの助けに大きく役立つと考えていたことは明らかだ。それは、アウグスティヌスの姿勢にも通じるものがある。また一方で彼は、ギリシャ語による科学の知識を保存し、伝えることには寄与していないとも言える。ウィワリウムの修道院はついには解散し、忘れられてしまう。しかしおよそ630年頃まではまだ活動していて、その頃の僧侶たちは、アウグスティヌスの教えをコンスタンティノープルから学んでいた。まだ枯れずにあった聖なるものの源泉が満ち満ちることに貢献していたのだ。三巻本の歴史書の1ページ、ジャン・レミ・パランク、末期ローマ帝国、久野弘役、白水社、1976年、143ページ。セレクトアブストラクツ。ありがとうございます。